お腹がすいたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。前回のたらこパスタの時に結構ね、みんなやっぱパスタ好きなんだなっていうコメントをいただいて、でまたリクエストでね、ジェノベーゼやってくださいみたいのがあったんですよ。でそういえばジェノベーゼまだやったことないかもと思って、今日はですね、ソースから手作りしたジェノベーゼ作って食べたいと思います。もうねソース作ったんだけどね、手が本当にねどうにかなりそう。いやもうね手がこんな感じです。なんかもう痙攣しそう。それではまず手がどうして痙攣しそうになってるのか見てください。見てねー。あ、ててててて。できたー。すーごい大変だった。このソースがフードプロセッサーっていう文明の利器を使った方がいいですっていう、はいあれです。あとカプレーゼと同じね、ジェノベーゼソースをかけてます。それでは早速いただきます。なんか本場のジェノベーゼってこのじゃがいもとね、インゲン乗せるんだって。ということで私も乗せてみた。
おいしい。あー、バジルがめっちゃ効いてる。あと今すごいあの追いチーズしたところ食べたからチーズの香りがすごいいい。じゃがいもも、ちょっと歯ごたえが残るぐらいに茹でてある方がね、じゃがいも合ってますね。バジルはね、ジェノベーゼ作りたいなら栽培した方がいいと思った。めちゃめちゃ高いよ、本当に。ほんとね、あのソースの材料だけでね、3000円ぐらいかかってる。じゃがいもとインゲンが入ったパスタだからもう炭水化物ばっかりみたいな感じで食べ応えがすごいかも。インゲンうまい。いやーすごい、オイルがバジル色でグリーンだね。松の実かじったらめっちゃいい匂いする。なんかね、くるみでやってもいいみたいです。くるみの方がまだもうちょっと安いかもしれんね。プレーでも行くか。これに、じゃん、美味しそう。めっちゃ美味しい。味はバッチリ濃いね。インゲンの甘みがめっちゃいいな。はい、カ
ブレーゼももうなくなってパスタも残りこんだけなんですけど、ちょっとねオイルがすごくいっぱい余ってるので急遽じゃんバゲットを準備しました。とこれをオイルに浸して食べようかなと。アヒージョみたい、ちょっとずっと。はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、特大ジェノベーゼ完食です。あとカプレーゼも、いや一生懸命すった甲斐があったね。あのすり鉢使う系はいつも思うんですけど、頑張った甲斐があったっていう風に美味しさをいつも噛みしめております。今回はね、視聴者さんからのリクエストでジェノベーゼのパスタだったんですけど、あのねまだ全然やってない定番パスタいっぱいあるかなと思うので、ぜひぜひまたこんなパスタ見たいよとか、まあ、パスタじゃなくてもイタリアン、フレンチ、ロシア料理、ブルガリア料理、中東料理、何でもいいです。もしロシアに作って食べてみてほしいものがあったら、ぜひぜひコメントでリクエスト待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。